そうねえって思い出したんですけど、私さっきアクアパイセンと初めて会ったんですよ。でその時になんかね部屋にね知らない子がいて、でなんかカナタンがねなんか部屋来いって言うから部屋行ったら知らない子がいたので、えだから私ね実際ほら顔見たことないからさ、アクア先輩初めてだったからさ、あちょっとめたい、あやめよう、めたくなっちゃった。まあ顔隠してたから分かんなくて、すげえちっちゃくて、なんかこいつ連れ込みやがったなってちょっと一瞬思っちゃったんだよね。っていう話。何でもない何でもない、めたかった、ちょっと失礼。失礼、めたすぎたわ。なんか女連れ込みやがったかなって思っちゃったんだよね。しかもカナタンが冗談ですけど、彼女ってなんか最初彼女いるんだよね部屋にって言ったからはっと思って、もうそういう目線で見てたから、えどういうことと思って、なんか部屋に顔隠してるちっちゃい子がいてさ、えお前えって思ってはって思ったらあこ先輩だった。なんか最初ちょっとね私も分かんなくて疑ったんだよ、こいつやりやがったなと思って、同居図初めての日々が入るかと思った。